マージャン用具セットの例。パイが片付けられている箱を展望入れに使うマージャンにおける箱とは持ち点がマイナスであること。箱点、箱割れ、飛び、ドボンなどとも言う。また、その状態になることを動詞的に運る、飛ぶなどと言う。マージャンを行うときは一般的にマージャンパイが入っていた4つの箱を展望入れに使用するがと呼ばれる。 その点箱の中身がなくなって箱だけになるというのが由来。箱になるということはすなわち点数がなくなるということなので通常はその時点で対局は終了する。そのようなルールのことを箱下なしという。ただし点数がマイナスになった時のみを終了とするか0点ちょうどでも終了するかはローカルルールによって違いがある。また箱になってもゲームを継続し、 不足分を借金として扱うルールもある。そのようなルールのことを箱下ありという。箱下なしで対局が終了した場合、点数の生産の時にマイナス分まで計算する場合と0点で打ち切ってマイナス分は計算しない場合がある。また、箱になったものが箱になったつぼねで得点したものへボーナスポイントを差し上げなければならない場合もある。 このボーナスポイントを飛び症と呼ぶ。箱下ありのルールで、箱った場合、あるいは立時化棒を強卓すると箱になる場合は、その局以降、立時化棒を強卓しても箱にならない点数に回復するまで、立時化の宣言ができず、木帳のみで数量しなければならないのが普通である。ただしゲームボーイの役満のようにマイナスで乗り時化を認めるルールを適用するケースも存在する。 箱下なしで立地下帽を供託すると箱になる場合は、立地下を強制的に取り消して上がり放棄となった上、そのつぼねが終了した時点で、搬送が終了するのが普通である。場の状況によっては、救済措置ルールが適用されることもある。流局親流れで、あずま屋が回ってきた時に積み棒が支払えない時も、箱にするというルールもある。ありがとうございます。